今の始まり方聞こえてますか。今日はデイ3です。デイ3の、プールサイドからお届けしております。あのホテルにねプールついてる。そう、それで横にバーがついてる。そう、だからそこで今こう大人の時間を楽しみながら質問ボックスに答えていくよっていう。イエーイ。キラキラキラ。かかし前のかすみとせいなです。お願いします。今日のテーマは、こんなところで言うのもなんですけど、相手を好きだと気づく瞬間ってどんな時？いや、なんかさ、ふとした瞬間にあるよね。あれ？なんか友達だと思ってたのに好き？あー、そうなの。めっちゃ来てます。お、死ぬほど来てる。やっぱみんな恋してるんだなって、うん、思ったよ。あの、まあ、今回今グアムで私たちお仕事をしてるじゃないですか、はい、カップル YouTuber、カップル TikToker 多いんですよ。めっちゃ多くてめっちゃ可愛いんですよ。だから寂しいんだろ。え、そう、寂しいんだよ。寂しさを埋めていきたいと思います、はい、これで。それではレッツラゴー。いきます。はい、ごめん、1個目にふさわしくない、はい、見ちゃったから、はいはい、トイレで踏ん張っている時にふと頭にその人が浮かんだ。ちょっと待ってかわいそう、逆にかわいそう。せーな、どうしてるかな。あみたいな感じ。最悪。すっきりした。最悪。なんかそれがバネになったってこと。バネになった。あれ好きかもしれない。なんかすっきり、そう、ポンって出たってことは何占いみたいな。どうなんだけど、どうなんだよ。結構やばいね。初めて聞いた。あ、これ2つ目めっちゃ、はい、もう正解みたいな、はい、会ってただ喋ってるだけでめっちゃ幸せ感じる。そうだよね。それって好きなんですか、やっぱ。好きじゃない。喋ってるだけで幸せだよ。確かに、確かにそれはし、あ、それはやばい。楽しいじゃなくて幸せなの。あ、これ私と似てます。はい、妄想の時にふと登場した。ふとふとせいなはそのスキピの想像するの、妄想するんですよ。そうなの。スキピと、あの、今後なんかこんな風になったり、あんな風になったりみたいな。ほんとすごいよ。そうだけど、この人はスキピのことじゃなくて、妄想した結果スキピが出てきたわけです。そうだね。新しくない。どうなの、妄想逆に始めたの。そうそう、最初結構気になる。結構気になるよね。教えてください。すげえ。共感できないものに対しての次のスピード早すぎんだよ。教えてください。わかんない。次。LINE とか DM の返信待ってるとき大優勝。長押しして既読がいつつくかまで見ちゃうときない。てか大学生の時めっちゃそれだった。あれ既読ついてる、返信ない。そうだね。片思い中が一番メンヘラです。いや本当にそう、本当に恋したいんだけど。何幸せに、ごめんね、うちらね、グアムでちょっと寂しいんだ。ほんとに寂しいの。心がすさんでる。ほんとにカップル TikToker を見て、ほんとにあれなんか寂しいぞってなってるわけよ。羨ましくなっちゃった。ほんとに羨ましくなっちゃった。すっごいなんか、皆さん優等生だし、すっごい美男美女だし、ほんとに性格いいし。そうなの、性格がいいので、可愛いし、細いし、なんか顔ちっちゃいし、なんかごめんなさい、ごめんなさい、ほんとになんかうちらすみません。はい、次。はい、服を買いに行って相手を想像する、はい、彼こういうアメリカンスタイルズ好きだよな。あ、そう、なんかこれって好きなのかなとか、これはちょっとなんか彼が嫌いなのかなって、なんか彼がちょっと選択なんてする時のなんか指標に入ってきてるんだよね。せいなが前にスキピがいた時に、はい、あの、ま、髪型この人コロコロ変える、髪の毛の色、髪型は変えないから、髪色、髪色、そうで、なんか急にガラッと変えた時があったんですよ。で、私がどうしたのその髪型って言ったら、 髪色って言ったら、まあスキピの名前って、スキピがこの髪色好きって言うから当分はこれにするって言ったんですよ。もうその瞬間に、あ、こいつもうこれだなって言ったよね。覚えてるよ、うん、覚えてる。で、しかもその髪色ずっとしてたの。今も変えたけど、ずっとしてて、ずっとするよ。可愛いって言われた、スキピ。うん、気に入っていただけて素晴らしい。ああ、一回読み、読む、はい。一緒にディズニー行った時に撮った写真が画面のロック画面だった時です。実体験です。だから一緒にディズニー行った女の子、そう、一
が六番目にしてたとか、付き合ってないのに、こりゃ好きよ。ちょっと付き合ってると思ってる、付き合ってると思ってる多分その子。え、なんかさ友達なんかさホーム画面とかにマジないし、そもそもディズニー行かないよね。やばいよ。え、多分付き合ってますよ。うん。天日多分相違が生じてる。付き合ってると思ってる。うんうん。面白い。すごい。これうちらも分かるファンの方。はい。相手の笑顔が心に刺さったこと。刺さったか？クリティカルヒットってやつですね。そういうやつですね。っていうのが多分だけど、そんなキモい笑い方ですね。恋心と母性の違いが分からない。もう分かんなくなってきちゃってる。もう恋心も全部母性に入れ始めて、もう恋だったはずなのに母性に。だってさ、最近うちらの会話さ、なんかいやーなんか母性を感じる、弟みたいで母性感じるんだよねとかって、全部そんな感じじゃない？本当にそう。そう、ガームは年下の子が多いから、みんなにこうよりなんか、なんか母になるじゃない？わぁ、いい青春。グループで遊ぶときにその人がいないと寂しく感じたとき好きです。あれ、もう太郎は開いたの？まあいいよいいよみたいな、みんな楽しもうイエーイって言ってんのに、なんかその途中から来るらしいよとか言われたら、えマジみたいな。いいね、青春だねこれは。いいね、素敵、本当に素敵。なんかうわ、なんかなおさらなんか、何痛みつけてる、なんか苦しい自爆してる、自爆してる、苦しい苦しい。これはちょっとたくさんあるので第2弾も2弾もやると思います。やっていただきます。ここでちょっとファース閉めて、はい、これもううちら大賛成なんだけど、ふわっと香る匂いが好きだった。香りはね忘れられないんですよ。そう、忘れられないし、やっぱ印象に残るし、残るんですよ。なんか香りだけが好きなんじゃないんだけど、その人の匂いが好きっていうのもあるよね。そう、そう、香水とその人の匂いが、そう、混じったというか、フィーチャリングそうそうそうした結果オリジナリティ、いいよねオリジナリ。いや本当いいんよ。いいよ。例えばギューってした時にさ、なんかあ、なんか匂い、なんかどこかいるな。え、でも私耳の後ろとかめっちゃ好きなんだよ。あ、耳の、好きなの。耳の後ろめっちゃ香るっていう、だから香水っぽいつけるといいっていう。あ、え、なんか耳の後ろはさ、匂いがある。その人の匂いが一番なんかするらしいの。え、じゃあ今までの彼とかのさ、耳の後ろに鼻をくっつけたの？まあ住んでる時もある。住んでる？あ、耳の裏に住んでるという表現をされたんですね今。あ、あー、なるほどね。え、ないですか？住んでる。あの、ないです。珍しい。あ、珍しいの。私は絶対料理に飲むしろしろやつ。絶対こんなに、こんなに、こんなに。やだ、必要以上に力が大量し、必要な中途半端に近づいていただいて、なんかそれ以外はなんかちょっとこう普通の、はい、普通の、うん、ここに来られたら私食べる、キャーって言っちゃうと思うんだよね。ちょっと怖いんですよ。言ってそう。そう、やっちゃうんですよ、そういうの平気で。それは人によるみたいな。そういうことです。ちょっと今度ね、誰かの耳の裏で嗅いでみようと思います。あ、でもそれ変態になっちゃうから。やめた方がいいよ。急に。皆さん、すごい面白かったです。ちょっとこれは第2弾で引き続きだね。めっちゃあるね。結構まだまだあるね。撮っていきたいと思います。はい、もうね、パイピンミュージックが激しくなってきた。そうですね。皆さん、声聞こえてますか？さあ、そのままここのね、質問ボックスはお開きしたいと思います。はい、思います。それでは、第2弾もぜひ見たいよって思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あ、もうリストロ刺さった。